イワシです。今イワシ安いからね。このこんだけで399円。安くゲット。今日はもう普通に生姜煮みたいな。圧力でやってちょっと骨まで食べれるぐらいにしようかなと思っております。これは OK。あとはもうこのまま放置です。これでこれで今6袋ですね。ちょっと2袋はまたちょっと置いとこうかなと思いますね。さあ皆さん、問題でーす。ドラドラー、何？これは何でしょう。もやし。もやし。たくさんあると思いませんか？やっとです。うん、これ無理よ。大家族は大量に慣れすぎて。誰ぞ。もやしはどうするんですか。もやしはまあもやし鍋みたいな。今日はもうコスパなし。でもうまいみたいな。ちょっとヘルシー思考ですよね最近。最近ね。自分に嘘ついてませんか。ついてません。これ。小ゆりや小ゆりや。すげえでかいっすよ。じゃなんでやったの？きつい。きついの。あ、髪がきついなりそう。太もも。ご飯だよ。みなこさんこれで1時間耐久ライブやんなよ。え、でも揺れないから。しんどいから。全然できそうだね。みかんだよ。そういう風に見るとスイスト運動が行いやすく太ももの内側に効果的でしょ。バナナが一回それで終わる。案件ぐらい丁寧にやるやん。本当だ。めっちゃ難しい。よし、じゃあ何をやろう。ほら、おいけ。なんか理由つけて乗らんとあれ多分倉庫行きな気がするわ。え、でもさ、ゲームしながらとかでもできるんじゃない？そうだよね。ゲームしながら。酔って終わりやろ、多分。大丈夫、大丈夫。ちょっとシミュレーションしてみる。最近太った。最近太ってきたですって。最近太ってきただと。私も太り始めたのそのくらいだわ。結構激太り。赤ちゃんもね。そこから激太り。お肉から行くのね。え、違うの？大体根菜とか。そうだね。怒られる寸前でした俺もしかして今。根菜少ないからいいかなと思って。な。じゃあ肉だな。だよな、だよな、だよな、だよな。うん。本当にちょっと汗かいてない？え、汗かいてくるよ。あー、すごい。歩いてんのとあんま変わんないからね。
ちっちゃい子供いるとなかなかウォーキングも行けないからね。違う、行けるいいと思ったことは説明したがりだもんね。共有したい人だから。そうねえ、見てって全員言ってくるもんね。そうだね。お名前なんですか？ノエルに俺話聞いてもらったことないですけどね。さつきや、あんなに一生懸命聞いてあげたのに。あんなになんも話したことねえよ、そんな。めちゃくちゃいい感じかもしれん。めちゃくちゃ美味しそうなイワシができたわ。やっぱ圧力鍋ってすごいね。みんな待ち時間これ乗ってみたら。そうだね。こういう時はこういうことだよね。もうだからご飯を作ってる時はこっちに持ってきて、ゲームをする時はあっちに持ってきて。そうだね、そうしましょう。全然うるさくないしね。音が鳴らないね、そういえば。案件かてさっきからよね、これで買うのマジで正解だよ、これ。ラー油、これで買ってこっちに入れ替える。だってこれさ、200いくらするわけよ、これ、うん、これは2000いくら。10本分。10本なのかも。全然よ。これをさ、もう一個買えばいいのよ、これを。あーは、うん、うん、そうだ、うん、2個あった方が絶対ええやろ、こんだけ。うん、1個でええよ。娘帰るよ。最後今日だって絶対ね。ああ、来た、娘まで来た、ね、娘も来た、娘も寄ってくんな、母親。1個一気に入れるだよね、みんな。うるさい、うるさいねえ、みんな。そうだそうだな、じゃねえわさあ、ご飯だ。さあ、ご飯です。ご飯いいな。いただきます。いいよ。昨日リアちゃんが言ってた、あーちゃん順番子だよ。じゃあママと二人でいいよ。ママいただきますしてないから言って。リアちゃんもやろうかな、もう一回。じゃあリアちゃんももう一回やろうかな。みんなやろうか。みんなやろう。じゃあみんなでいこう、せーの。でリタがね、めっちゃさっき食べてた。あ、食べて。またあるよ。そういえば家決まったんだよね。あ、そうなの？うん。よかったね。よかった。探してたもん。いつから入居できるの？もうあと1週間後、1週間ぐらいかな。あ、じゃあ引っ越しだ。そう。じゃあ皆さんちょっとお手伝いしていただければなと。場所は近いほろ？場所は近い。仕事もあるしさ、保育園もあるし、そこをまた一から探すってなると大変だから。でもじゃああれか、これが家具とか電化製品とか一から揃えなきゃ。まあ、ここ半年ぐらい、うん、ここに住んである程度家具ができたから。あー、よかった。だいぶね、まあ、いやそれでもまあさ、何があるかわかんないから安いね。探してだけど、あ、あれだ、あの炊飯器をあげれるわ。炊飯器今使ってるやつ、私そうなんで。じゃあさ、うちさ、5.5 号だけを買ったんだけど、この人数で 5.5 号だけ厳しかったもう毎回朝の分も炊かない感じさ。そうだよね、朝あ、止めなかったみたいなのあるよね。やばい、買い忘れたって。あ、一緒だけ一緒だけも買おうかなと思ってタイミングが。ちなみにステッパーはどう？ステッパーはだ。私がもう楽しみに届くのか。楽しみに待って。でもあ、やらないわと思ったら。やらないぞ。寂しくないですか？だってさ、別に近いし、私は。
自立は大先生、大先生ですよ。子供の成長っていうかね、やっぱ成長って感じだよね。どのぐらいいたんだろう。半年、あの8月の最初か中旬かぐらいいたんだよ。じゃあ今は3月、8ヶ月、9ヶ月ぐらい。